ひ筆石島全体の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成瀬戸大橋線の列車内より島内を望む、福島全景筆石島は、香川県坂出市瀬戸内海に浮かぶ主枠諸島の島。瀬戸大橋が渡っている。人口百三十六人、面積零点八5平方キロメートル、周囲五点四キロメートル。 全域が、香川県境出市筆井市に属している。郵便番号は762-0073。島の南にある巨石の筆岩が、透明の由来とされ、主産業は、潜水による立開催しと、底引き猛漁業である。桃手祭りは、毎年1月中旬に、王子神社の境内で催され、小笠原流休日によって、 法教を占うもので、県指定の無形民族文化財となっている。島内には、境で私立の小中学校並びに幼稚園が設置されていたが、島外の四国本土に通学通園する家庭が増えたことに加え、人口減少と少子化で入学者、入園者がいなくなったことから、いずれも2018年3月31日をもって閉鎖された。続島として、不島がある。 防波積み通り路と架橋により、徒歩で、大島可能である。かつては、全域が、中田土郡吉間村に属していたが、1953年に、堺出市に編入された。1988年には、瀬戸大橋が開通し本土へ、陸続きで渡れるようになった。瀬戸中央自動車道の上下線から、ランプウェイが分かれており、 路線バス及び島民関係者は専用カードにより、ゲートを開いて、島内道路へ入ることが可能。島民以外の自動車は、ランプウェイを通れないので、路線バスで島内に入ることとなる。2021年3月31日まで、下津井電鉄も運行していた。ABCD、瀬戸大橋開通30周年架け橋で未来へ一歩、加速加速、最後の卒業生下側、 ひつい主導。日と毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainrchi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20180410スラッシュ ddn スラッシュ012スラッシュ040スラッシュ0100042018年4月10日閲覧。諸悪の最北。歴史の島ましもつい伝説株式会社。瀬戸大橋線廃止のお知らせ。 2021年4月5日閲覧、休校のお知らせひつい師小学校、ありがとうございます。